今週はゲストにスペシャルな方をお迎えしております。株式会社北家取締役北真理子様です。今日はですね、私の防衛医大看護学院の先輩でもあられるということで大変楽しみにしております。さあ、それでは早速北真理子様ご紹介いたします。株式会社北家取締役でいらっしゃいます。そして光ハートケアの代表としても今ご活躍です。北様、今日はようこそいらっしゃいました。よろしくお願いいたします。北真理子と申します。はい、私の方の自己紹介をさせていただきます。はい、私も看護師として働いてはきたんですけれども、10年前にちょっとキャリアチェンジというか、自分の志を持った仕事をしたいと思い、看護師さんのキャリア支援と紹介事業というのを始めました。でずっとやってきたんですけれども、どうも看護師さんの思いがちょっとずれて違ってきてるなっていうところに気がつきまして、で昨年から個人のお客様に看護師さんを紹介しますという光ハートケア事業を始めたところ、非常に看護師様から の反響も多く、また個人のお客様からもとても反響が多くということで、私の方も今力を入れてこの事業をさせていただいております。今日はよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。詳しくご紹介いただいたんですけれども、光ハートケア、光がこのひらがなで、ハートケアがカタカナ、もう私も早速こうまず伺った時に調べたんですね。はい、そしたらインターネットでパッとこう出てきましたので、ああこれだと思いながら、拝見させていただいて、ナース家政婦さんというサービスですよね。はい、はい、そうですね。はい、はい、非常にこの今の社会に必要とされてるんじゃないかと私が思っていた部分にピタッとこう寄り添いまして、本当ですか。これは北様に一回お会いしたいと、はい、私の方から押しかけてお願いをして、そうなんですよね。はい、訪問看護師さんも、ね、在宅地域医療ではいらっしゃいますけれども、はい、主にこう点滴をしたりとか、はい、採血したりとか、まあ、治療医療を提供していると思うんですけれども、はい、まあ、ナース家政婦さんというのは主に日常生活支援、はい、もう本当に家政婦さんのようにお家のこともしながら患者さんの健康のことまで、はい、介護支援までということで、はい、すごくこう幅広くお仕事をさせていただくことができるということで、はい、本当にそれをやりたかったんだっていう看護師さんが多くてですね、そうですね、はい、本当に産後のお世話からお看取りまで、幅広くさせていただくっていうところが看護師さんのニーズにもお客様にもこう、はい、ピタッときたのかなと思っております。そうなんですね。私も今実は実際にあるもう本当にお世話になった方にいてくれるとありがたいということで、そばに寄り添いながら一緒にご飯を食べて、はい、そして夜は一緒のお部屋で休んでということをしているものでしたから、はい、やっぱりそういった時に看護師で今まで経験してきたことを持っての、はい、お手伝いができるっていうことは、非常に自分としてはお相手の方が安心感を持って一緒にいてくださるのかなっていうふうには感じたんですね。本当ですね。はい、本当に安心をしていただける、何か、ね、体調不良になった時でもその方がいてくれると安心ですし、はい、家事とかね、お料理とかも、お願いしたらやってくれるとか、はい、そういった安心感っていうのは本当に何にも変えられないものだと思うんですね。そうですね。はい、まあ、看護師さんからしたら、はい、ちょっとお料理が苦手とか、そういうのもあると思うんですけれども、はい、そちらは私の方でマッチングをして、はい、ニーズに合った看護師様をご紹介させていただくっていうような形にしております。はい、で逆に言いますと、看護のこういう技術のサービスっていうのが訪問看護師さんはそちらをメインにしてくださいますよね。はいはい、そういった部分はこのナース家政婦さんでは一応医療行為にあたるいろいろなお注射だったり、はいはい、そういったことはしなくてとしては法律でね、そういうことはできないっていうふうに決まってますので、はい、 そうなんですね、それ以外のものを、はい、
サービスさせていただくということで、ここで働く看護師さんたちっていうのは、個人事業主、はい、個人で働くっていうことになっておりますので、本当に皆さんがお願いしたいことをお願いしてと、医療行お注射とか、はい、そういった訪問看護師さんとはちょっと別のことになりますけれども、ね、はい、上手に、協力しながら ねやっていける分野と思います。だから訪問看護師さんの分野がありますと、はい、そこから外れた分野のところを免許を持ちながらサポートができるという、はい、そうですね、連携をすることで、はい、非常にその方のいろんな面を補うことができるっていうのは、そうですね、素晴らしいことですよね、はいはい、介護士さんができる分野っていうのは、はい、ナース家政婦さんほぼというか全部できますし、ますね、それ以外 のお医者さんとのお話のコーディネートとか、はい、訪問看護師さんとの連携とか、はい、プラスアルファの部分までできますので、そうですね、はい、利用価値がすごく高いかなと思います。本当ですね。だから一度気になって、これはどうだろうっていうようなことがありましたらね、ぜひどんどん皆さんにね質問をいただいて、はい、本当に困った方のところに手と心をって私思ったんですね、はいはい、手だけでなくその心もね一緒に届けられるっていう、この安心感を持って、はい、普段の生活で痛くてたまらなくて自分ではできないっていう部分が補えたら、それはもう最高に、看護師になった時の気持ちを思うと、そうですね、お役に立てるっていうところで、私も実は私も登録させていただいてるんですよね。山さんに登録、ね、そうなんです、いただきました、はい、ありがとうございます。いや、もう何かお役に立てればというところで登録をさせていただきましたので、ぜひ皆様にもね、そういった部分で知っていただく、ナース家政婦さん、はい、こういった方がいるんだよということをね知っていただけるといいなと思っています、はい、質問が参りました。北さん、はいはい、ちょっとまずちょっとお一人読ませていただきますね、はい、川崎のたかちゃんからです、実は今東京の方に、神奈川の方に出てきてるんですけれども、ホームページを拝見して事業内容を読んで、今社会で必要とされていることを的確に事業として起こし活動されていることを分かりました。質問は、対象エリアの拡大などは予定されていますか？私の実家は岩手県なんです、教えてくださいということでした。はい、私の母も岩手で一人暮らしをしているんですけれども、ご依頼があればすぐにこう岩手の看護師さんにお声かけして、はい、どんどん登録者を増やしてまいりまして、はい、今一応全国でやってるということになりまして、北海道から、はい、熊本まで今、はいはい、登録看護師がおりますので、はいはい、どんどんお問い合わせいただければこちらでアクションしてまいります。はい、はい、まあ、それは安心なお答えをいただきました。川崎のたかちゃんからの質問でした。さあ、それではですね、後半もまた引き続き北様からのお話を伺いたいと思います。さあ、後半も引き続き株式会社北家取締役の北真理子様のお話をお届けしようと思います。大変なんか興味深いお話をさせていただいて、私自身も分かってるようで分かってない、そして皆様にこうお知らせするときに重要なことをねポンと言って、頼んでくださったらいいな、困ってる方はぜひ連絡してほしいなと思ってるんですが、はい、北さん、そんな中でやっぱり一つ心配になってくるのがお値段とか、はい、費用の問題もあるんじゃないかなと思うんですね。はい、はい、この看護家政婦紹介分野っていうんですけれども、はい、ナース家政婦さんっていうのは本当に昔から日本にある分野でして、はい、昔ね付き添い婦さんをこう紹介していたとか、ああいったところの紹介所なんですね、はい、ですからお値段帯も今ね一般の看護サービスっていうとすごくお高いっていうイメージがあるかと思うんですけれども、はい、この分野ですと、うちですと自費の訪問介護と同じお値段帯と思っていただければよろしいです、はい、自費サービスの一つなんですけれども、はい、例えば日曜とか夜には自費の訪問介護士さんも来てくれないのよって困ってる場合は、はい、こちらのナース家政婦さんだと、同じ料金帯でお願いができると、はい、通常の看護サービスの半額ぐらいかと思います、はい、イメージとしては。それはやはり
ちょっと頼んでみようかなっていう時にあのハードルが低くなりますね。そうですね、はい、もしあの、はい、医療行為採血とかねそういった医療行為のご依頼が入っていなければ、もうそちらで十分かなと思っておりますが、だから選んでいただければよろしいですね、はい、利用者様に、はい、あの今日はこうちょっと通院があるんだけれども例えば、病院まで行くのに一人じゃちょっと心細い、はい、誰か一緒に行ってほしいなっていう時は何かも大丈夫ですね、はい、もちろんそうですね、はい、そうですね。で私なんかもあの田舎の山口県に父と母がいて、父はあの実際にもう車椅子なんですね。家の中もあの帰って車椅子で動けるようにとか、母が一人で介護してますが、やはり老老介護になりますので、そうですね、そうですね、あのサービスが行き届かない早朝だとか、はいはい、深夜の何かの時っていうのは、はい、やはりあのちょっと頼みたいなっていう時がありますね。そうですね、結構多いのはやっぱり夜の、ね、はい、お見守りとか夜のおトイレの介助とか、ね、毎晩になると介護する方ももうね、はい、倒れてしまいますので、本当にそうなんですよね、はい、そんな時にちょっと手伝いみたいなところで、何日かに1回でもねご利用いただくと、お楽かなと思ったりします。安心ですね、はい、いや本当にあのぜひね皆様にあのご紹介したいという強い思いで、私もあの講演会の皆様にお会いした後の夏の号と、はい、あとはこの秋の号にももう一度、北様のこういった事業の紹介、光ハートケア、そしてナース家政婦さんというこの言葉をね、はい、皆様にちょっと頭に置いておいていただくと、困った時に、ご連絡をいただくと、まずは、まあ、私の方の、講演会でも大丈夫なんですよって言いながらでしたけれども、北さんの方の、 あの光ハートケアと引きますと、インターネットでホームページも出てまいりますね。はい、そうですね、あのひらがなで光ハートケアはカタカナということで、はい、検索いただけるとすぐ出てまいります。そうですね、ナース家政婦さんでも出てまいりますね、はいはい、ナースはカタカナで、はい、家政婦は漢字で、そうですね、まあ、3はつけてもつけなくても大丈夫ですけれども、そうですね、はい、本当にあのこの社会に、今の社会にぴったりだと思うのが、私もあの実はこの自粛が始まってからは直接の電話相談というのを受けさせてもらっているのは、なぜかというと一人暮らしの方が非常に増えてらっしゃる。増えましたね。増えてられますね、うんうん、でお子様はいらっしゃるんですけど、遠くにいらして生活されていて、あの言うと悪いからと、はい、ものすごく遠慮なさって生活をなさっている方もいて、でそういう方はあのもう家族のようなものですから、講演会の方が、私もあの気にかけて時々連絡をすると、救急車で運ばれて今病院にいると言われたりですね、まあ、ちょっとのことなんですけれども、やっぱりあの元気で笑顔の多い生活を送っていただきたいなっていう時に役に立ちますね。ですね、なんかこう、はい、何かあった時にこう頼めるところがあるっていうのも安心かなと思うんですね。そうですね、はい、あのお客様のご登録だけっていうのも、はい、こうしていただいたりして、何かあった時には連絡したらお願いできるのっていうか、はい大丈夫ですみたいな、そうですね、はい、やり取りもしております。あ、嬉しいですね、はい、だからあの全国で今、看護師の免許を持ちながらもう子育ても終わったんだっていうような、私 の、 あの同級生やなんかもね結構いるんですね、はい、で病院ではもうあの働かなくても、こういった働き方もあるよっていうのは非常にあの紹介すると、あ、いいねって言われる方も多いんじゃないかなと思います、ね、はい、本当にあの新しいことではなくて昔からあったところですのでね、はい、安心もしていただけるのかなと思いま す、 ね、 すね、日本全国に あ、 のある組 織、はい、組織というかものですので、はい、はい、だからこれなんかちょっとクローズアップされてね、こうずっとあったことでもあの一般のさまざまな方があまりこう知ってらっしゃらなかったかもしれない、はい、そうですね、で私自身もこのよく知ると本当にこれはあのいろんな方に利用価値があって、で、提供する私たちのような看護師の方も気持ちよくご提供ができるっていう、本当です ね、 ね、あのこういうのがやりたかったって皆さん看護師さんもおっしゃってもらってます。そうですね、北様いろいろお話伺ってまいりました。やはり気になるこの費用面のこと、もう一度あの皆様に、
言って差し上げて、そしてこういった例がありましたよなんていうエピソードなどありましたら教えいただけますか。はい、はいはい、費用面のことなんですけれども、はい、ナスカ政府さんは自費サービスでございまして、ただ一般の看護サービスよりはその点滴とか採血とか、はい、そういったことをしない分半額ぐらいですかね、イメージとしては、ぐっとお安くなっておりまして、お値段帯としては自費の訪問介護と同じぐらいのお値段帯になっております。はいはい、なので地元の自費の訪問介護士さんがちょっと来られないっていうような時には、はい、ケアマネージャーさんとかにもねご連絡をいただくことがございます。はい、なるほど、はい、どっちにしても保険よりはね、お高いくはなってしまいますけれども、ね、いざという時にはご利用いただきやすいのかなとは思っております。そうですね、はい、ぜひね多くの方に知っていただいて、で自分の身近な方、自分だけでなくって身近な方にもこういったサービスが あるよということを皆様にね、知ってていただいてお勧めいただけるといいなと思います。今本当に一人暮らしの方も増えてまいりましたし、はい、ご自宅にいてもでも仕事でなかなか息子さんだとか娘さん大変そうだということでね、遠慮なさって生活なさってる方もたくさんいらっしゃるのかなと思いますので、ぜひですね、で産後のねお母様そしてお子様のね、はい、お世話なんかもありますよなんて書いてあると力強いですね。そうですね、ただ多いというかお問い合わせとしては、はい、今高齢者様のご家庭が増えておりまして、老老介護の方 でご主人がどうしても奥さんを家に、ね、退院させて連れて帰りたいっていう強いご要望があって、ただご主人も介護ができるわけではないけれどもっていうご相談では、もうナースカ政府さんが全力を挙げて、はい、お支えして、はい、で過去には2件同じような例があったんですけれども、はい、何かあったらすぐ病院に入院させますっておっしゃってたご主人が、もう最後まで、はい、ご自宅で奥様をお送り穏やかにお送りさせ、ね、お送りしていただいたというような、はいはい、ところでナースカ政府さんがしっかりサポートさせていただいたりとかですね、そうなんですね、あとはやっぱり退院の時ですね、はい、遠方に住むご家族が、はい、地方に住むお母さんの退院をお願いしますとか、あと受診、施設に入居のお母様が検査に病院に行くんだけれども、そこで受診同行をお願いしますとか、1日からご依頼をいただくというようなケースが多いように思います。はい、それもなんかちょっと分かりやすいイメージで、受診のともちゃん、あ、そうですね、受診のともちゃんということで、ね、はい、私も心配してね、母が、外来手術を受けるっていう時に一人で行くんだって言い張るものですからね、やっぱりああいう時には目の手術だったり、はい、そのまま自分で運転ができないから行き帰りタクシーになって、はい、大変だっていう時にはね、やっぱりどなたかいてくれるといいななんて思いながら自分帰れなかったことがあったんですが、まあ、そういった時に自分は遠くにいながらも地方にいるその両親だったりとか、親戚だったり、そういった方にも手を差し伸べてあげられるサービスというと本当に心強いですね。そうですね、やっぱり受診だと書き物の字が小さくてね、はい、見えないとか、いろんなハードルがあると思うの で、 そうです、ね、誰かがね付き添っていると安心かなと思ってます。はい、安心ですね、はい、で退院の時もそういった形でね、退院が決まった時に誰もいないんだっていう時には本当にいいですね。そうですね、お荷物持って差し上げて、はい、お家でも、すぐに生活できるようにこう、はい、お手伝いができるということで、はい、そうですね、皆様ぜひこのサービス、皆様の、ね、お客様そして利用者の方の本当にお手伝いができればということで、私も看護師免許を持っておりますので登録をさせていただいておりますが、みんな看護を、ね、志したものは皆さんのお役に立てると本当に嬉しいんですよね。本当ですね、そうなんですね、本当にありがとうって言ってもらえることだけで本当に嬉しいです。で、はい、そうなんです、うん、なのでぜひ、ね、遠慮せずに、そしてこんなこと聞いたらおかしいかなって思われずに、お問い合わせいただくと嬉しいなと思います。